スリランカの国章は、スリランカ民主社会主義共和国政府が、行政や外交などで使用する正式の文章である。現在の国章は1972年に制定された。国章の中央には、大股で歩き右前足で剣を持つ金色のライオンが描かれている。これは、スリランカの国旗と同じく、15世紀から19世紀初頭に、 かけて存在したキャンディ王国の王の旗から取られている。ライオンは丸い色の円の中央に描かれ、その周りは国家であるレンの花の金色の花びらで囲まれている。その下には伝統的な穀物壺があり、そこから豊かさを象徴する稲穂の束が左右に出て、レンの花の周囲を取り囲んでいる。紋章のクレスト部分には法輪があり、 国家の大事な部分には正義による支配と仏教があることを表している。紋章のサポーター部分には、新原人の伝統的な象徴である太陽と月が配されている。イギリス占領時代後期に使用された紋章独立前のイギリス領政論では、イギリスの国章が使われ、その他に植民地独自の象徴である紋章を用いていた。この植民地独自の紋章は、 エスカッシャンの中に、正論像とここやしの木を描いたもので、植民地時代後期には、仏塔と正論像を描いたものに変更されている。正論の国章1948年に、英連邦王国正論がイギリスから独立した際、国家の新たなエンブレムを作る必要が生じた。国章制定委員会が招集され、その勧告により1952年に、 セイロンドミニオンの国章が制定された。キャンビ王国の王旗から引用されたマルーンの背景に右前足で剣を持った金色の獅子が大股で歩くという衣装が国旗と同じく国章にも用いられた。その周囲には金色のレンの花びらが描かれ、クレストにはセイロンの王冠が描かれた。下部のバナには新原語、タミル語、英語でセイロンの国名が書かれている。 1972年、正論は、共和制に移行し、スリランカ民主社会主義共和国となり、当時文化大臣を呼び、国旗、国商デザイン委員会議長を務めていた、政治家、日産家ビジェレットナの案により現在の国旗と国商が作られた。実際にデザインを行ったのは、社会から広く尊敬されていた構想であるメイパラガマ、ウィプヤラザラマハセラであった。ありがとうございます。